どうも、まさやんです。さあ、早速参りましょう。ざっくり古文、帰郷編、ただいま。ということで、今回は土佐日記の帰郷をざっくりと解説していきたいと思います。作者である紀貫之が、土佐守っていう、まあ今でいうところの高知県知事の任期を終えて、長い船旅を経て、京にある自宅に帰ってくるところから始まります。貫之は、いやー、ようやく京に帰ってきたなー、なんか久しぶりで嬉しいなー、なんて思いながら、自宅の門を入っていくんだけど、その日っていうのがね、月が明るかったんで、夜なんだけど、いろいろと周囲の様子が見えるわけさ。で、そうして久しぶりに自宅を見てみると、めっちゃボロボロなんだけど、っていう風にびっくりするんだね。まあまあ確かに、噂では少し聞いてたんだよ。貫之さんのご自宅結構傷んでおりますよ、なんていうふうに。まあでもね、まあ言うてね、ちょっとね、壁が少し剥がれてるぐらいでしょとか思ったら、めちゃくちゃボロボロなの。いや、ここまでとはっていうね、予想外の展開からこの作品始まるわけさ。でもね、これ実は、貫之が家を留守にする間、隣の家の人がね、うちとお宅の間に垣根はあるけどさ、まあ一つの家みたいなもんじゃないですか。大丈夫、私が管理しておいてあげるよ、なんていう風に言ってくれたから、貫之は信頼してその人に任せて出かけていったわけさ。で、さらにその赴任先の土佐ではね、あ、そういえば家の管理してもらってるんだよなーってことで、結構ね、その土佐からのお土産を送ったりしてたんだって。それなのにこのね、ボロボロな状況と、あんまりじゃないかとは思うんだけど、貫之は大人だよね。ぐっとそれを我慢して文句も言わないと。で、さらには一緒に帰ってきたね、他の同行者たちにも文句を言わせず、管理してもらっていたお礼を送ろうとするんだね。さあ、そんなボロボロになっちゃった自宅の庭に、池のようにくぼんで水が溜まってる場所があったんだね。で、そのそばにね、松の木が生えてたの。ほら、松ってさ、樹齢が長い木ってよく言われるじゃん。でも、その樹齢が長いはずの松の木でさえ、土佐に行っていた5、6年の間に半分くらいなくなっちゃってたんだ。1000年ぐらい過ぎたんじゃないかっていう風に見間違えるようなありさまだったんだけど、よくよく見てみると新しく生えた若い松の木っていうのもあったんだって。でね、この新しく生えてきた松の木を見て、貫之はあることを思い出したんだね。それが娘さんのことなんだよ。実は貫之にはこの家で生まれて土佐まで連れて行った娘さんがいたんだけど、土佐に赴任している間に亡くなってしまったので、まあ悲しいなーなんて思いながら帰ってきたわけなんだけど、その一緒に船に乗って帰ってきた人たちには、子供たちが寄ってきて大騒ぎしてるのを見ると、ああ、そういえば俺にも娘がいたなーなんていうふうに、余計ね、娘さんのことが思い出されるんだよね。まあでもやっぱりさ、そんな姿を見てると悲しい気持ちが募ってくるわけさ。で、そんな貫之の気持ちを一緒に共有できる奥さんと、こんな和歌を読み交わします。生まれしも帰らぬものを我が宿に、小松のあるを見るが悲しさ。それだけじゃ足りなかったようで、さらにこんな和歌も読みます。見し人の松の千歳に見ましかば、遠く悲しき別れせましや。さあ、いかがでしたでしょうか。今回は土佐日記の帰郷をざっくりと解説してみました。自宅に帰ってきて新しく生えている松を見たときに、赴任先で亡くなった娘さんのことを思い出して、両者を対比させながら和歌を読むシーンっていうのが印象的な作品だね。さあ、このチャンネルではこんな風に高校の古典で扱う作品のざっくりとした解説やテスト対策用の動画も上げていきますので、よかったらチャンネル登録、そして高評価よろしくお願いします。それと、古文単語の意味や様々な動画の検索に使える公式 LINE もありますので、ぜひ概要欄から登録してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。お相手はまさやんでした。バイバイ。